水洞窟。敵が多いな。矢でやっていくか。矢でやっていく。よし。こいつもやっちまうぞ。で、なんだ、天敵がいるぞ、天敵が。でも仲間がいるんだからやらざるを得ないな。あ、こっちからやるか。あ、待てよ。では、こうだ。あれ？なんか、うまい具合と仲間がうまいことは動いてくんないな。もういいや。やるしかないってことか。あー、くそ、起こすんじゃない。あ、一撃か、よかった。ふぅ。ちょっと満腹度がやばいな。どうするか。ちょっと足踏みはできんよな。負けず。よし。おにぎりないか。おにぎり。明かりか。ふぅ、では、どうするか。実際どうしますかね。草を飲みまくるってのは良くないよな。じゃ、まずは薬草で死のうか。こんなところか。じゃ、まずは薬草だな。よし。おにぎりないか。どっかに。どっかにおにぎり。ふぅ。おにぎりないか。うわぁ、また歩かされた。うわぁ、チキショウ。くそー。あぁ。こんな時に罠を。仕方ない。書く。背に腹は変えられん。困った時だ。困った時多分使えるよな。よし。助かった。これでしばらくは大丈夫だが、白紙を使っちまったよ。あ、やばい。任した。ふぅ。ちょっと。餌で困るパターンか。よし、行くぞ。なんかいいものないか。ちょっと、打開策に。あ、違う。間違った。悪かった。力の種か。一応温存しておくか。まあ、ちょっとどういう感じになるかわからないですけど。なんだっけ。草受けだとかね、そういうものがあるかもしれないしね。ちょっとわかんないんで。まあ、このゲームがどんなゲームなのかっていうかね、まだわかってないんですよね。まあ、多分、もっと不思議なダンジョンを、あ、おにぎりあった。でも何これ？何この布陣？矢でやっていくか？拾っちゃおう。ナイスだ。ふぅ。これ便利ですね。なんか鉄の矢の罠があったら、矢を稼ぎたいところはある。矢は持っておくに越したことはないですね。回復の壺だとかね、ああいうものにも、入れるのも便利だしね。アイテムがそんなにもないな。おにぎりが1個来たのはでかいけど。ダッシュしながらいいか。よし。あっと。頼む。で、いや、撃つ。ナイスだ。これは強いかな。いいかもしれん。いや、撃つ。もったいないか。いや、でも、HP 低いし。まあ、やってたらいいだろう。うん。これは、回転板と装備外しか。よし、じゃあ外して、じゃあ足踏みして次行きます。ああ、腹減ってくる。よし、行こう。さてと、ギターがありますね。おにぎり。
あ、くそ。なるほどね。ま、踏まなくちゃいけないってわけか。あ、握り変化か。なんか増やしてもらうか。まあいいか。まあ増えちゃったら増えちゃったらしょうがないし。っていう感じか。てか、今のまずかったな。よし、じゃあ、ちょっと仲間と別れたのはまずいけど。一個食べちゃおう。もったいないが。ちょっともったいないから。待て、もう左から探索するか。おう。おう、ゲイツか。やっぱりなんていうか20ポイント以上当てても倒せないですね。通路長いな。なんかこういうのは、試練場によく似てるな。ここには罠ない。識別。何？いいかやるか。よし。ヌーバーが嫌だね。識別か。そんなに識別するものはない。保存来ないかな。てか、その前に立て来ないか。武器防具が出づらいか。もしかして。そういうことなんでしょうか。そしたら探索を続ける。合流かな。じゃあ、おっと、装備。何？またか。では、こうか。いや、なんか腕輪つけてるときに、ヌーバーって嫌だな。な、あ、こういうことか。こうなってんのか。あ、まずい。任した。よし。ちょっとこれはまずいな。やられかねん。あ、間違った。ごめん。そっち向いちゃうんだもん。悪かった、悪かった。なあ、これなど改善してほしいよな。仲間の方向きたくないんだけど。ほんと改善してほしい。ちょっとまずいんじゃないか。あ、大丈夫か。なんか、この子強いな。強い強い。あ、そう。強い強い。あいつ強いなぁ。っていうか、なんか全体的に敵強いね。なんかそういう気がしますね。じゃあ次、あっと。あ、メッキが。まあいいか。まあいいや。メッキ、まあもったいないってはもったいないけど、ちょっとね、食料も不足気味になるしね。あ、中鎮たら。何？強いぞ。なんか手を打つか。どうしますかね。ちょっと多いなぁ。まあいいや、こいつはとりあえず倒そう。で、じゃあこいつを吹き飛ばして、矢で倒す。来い。じゃあ、渋みして次行きますかね。おお。おお、頑張れ。なんか、
投射攻撃の方がこの子は強いのかな、そういうことなんでしょうか。さて、じゃあ次いきますか。小さな峠、この化け物花、あ、これはいいや。あれ、あの子はいない、みかんがいないぞ。あ、いたいた。あれ、あんだこいつら。待ち伏せしてやがったか。ダンスか、いいこと聞いてきてしたぜ。おじさん、こんなところを歩いてるってことは、あの化け物場のところまで行くんでしょう。あ、あの奥に見えるやつか。ダンス見るからに怪しいですからね。あの花が根付いた蓬莱山には、白神沼や切分川の水源がある。ああ、そうなんだ。あの山には、水流の背骨って呼ばれてるでっかい滝がある。あの野郎、その上に陣取りやがった畜生。白神沼の毒はまだ消えてねえ。やっぱり足もあの花が怪しいと思うんだ。そこでは姉さん、いいことってのは化け物花の正体だよ。なんだなんだ。まだ知りません。実は、ここからまっすぐ行った先には、妖怪村っていうところがある。そこの長老がすごい物知りで、この化け物花の正体も知ってるって噂を聞いた。なるほど。よし、早速行ってみましょう。拒めないらしいな。じゃあ、カッパだな。うん。よーし、行くぜ、平次。あばよ。あばよ、カエル。ちょっと、カエルはちょっとまずいっすね。カエルは良くないから。てか、樹海か。あ、しまった。よくない。任した。一応パパッと片付けましょうや。あ、中鎮たらか。あ、敵がいっぱいいますね。こうだっけ？あ、違った。どうやんだっけ？こうか。ダメですね。どうやるかな。いや、撃ってくか。ちょっと、盾が本当に欲しいぞ。おにぎり食ってこう。で、あ、まずいか？お、ナイスだ。で、今度はこいつか。あれ、あの子大丈夫か。来たん拾ってくか。あいつは、あ、怪盗ペリカン。やめろー、倒すなー。あー、やっぱり合成できないわ、仲間がいると。まだこのゲームになってから一度も合成してない。ほんとにね。まあ、矢があるんだから仲間を倒してしまえばいいんだと思うんだけど。仲間を倒したら、ちょっとまずいかな？これは斜めで攻撃できるのか、ここ。仲間を倒したらまずい。ああ。もう。アイテムないか。なんか打開アイテムは。打開アイテム来い。アイテムが一個ある。いや、罠確認は、あ、結構でかいダメージだな。転ばの先の杖、ナイスだ。触れるかな？わかんないか。あいつは？あ、しまった。ここは矢を入れないの。だけどまあ仲間は心強いかもしれないですね。ツルハシ。ツルハシか。持ってくか。どうするか。力の種、飲んじゃった方がいいのかな。難しいとこだな。
まあ、倉庫はいらないよな。じゃあちょっと倉庫、まあ、売れるんだけど、まあ、店があるとすればですけどね。その妖怪村ってとこは店あるかな、まあ、店があったら助かるんだが。来い。よし、じゃあ次行くか。なんか目星物はなかったな。盾が欲しいぜ。どっかに落ちてないか。うわぁ。あ、毒や。畜生。まだ毒消しそう早いか。なんだっけ、お化け大根が出る階層を過ぎるところまでは、なんとか頑張りたいかな。お化け大根何回から出るんだろう。右下にアイテムか。何？畜生。右にアイテムある。なんだろう。壺か。あ、また。がっかりだわ。がっかり。よし。じゃあ左から見よう。壺多いな。マダンドバか。いや、識別か。じゃあ、ここらで、壺の、じゃない、杖の識別をしますか。なるほどね。で、割れるかな？割れますね。よし。これはナイスだったな。いい感じだが。まあ、問題は盾ですよ。盾来ないか。盾来ないかな。いいもの来ないかな。え、落としたな。びっくりした。てか、戦車じゃないか。ちょっと戦車嫌だな。あ、よかった。倒してくれた。てか、これはカッパにやらせばよかったよな。てか、罠多いな。ないか。お、子供戦車か。お、ナイスだ。助かる、助かる。まあ、仲間のおかげで何とかやってるって感じだな。あ、音切り助かるな。これは持ってきたいけどな。でも、本当は合成したいんですけどね。どうしますかね。アイテムを、持っていきたいよな。持っていきたいんだが、ちょっと置いてくものはないから。じゃあ、しょうがない。じゃあ、力の種でも、この中入れとくか。ここ入れとこう。まあ、すぐにはね、飲まないですからね。力の種ね。またか。お、ナイスだ。よし。こんなところですかね。あ、間違った。今のよくない。出口あったけど。もう少し、あ、アイテムがある。わ、すげえ、密集してる。でも、運動場が多いんだろうな。やっぱり。やっぱりね。あ、大きなおにぎり。これじゃ助かりますね。さて。識別の中入れとくかなんか。また、しょうがないから。おにぎりでも入れとけ。こういう使い方、あー、またか。結局おにぎりだけか。あ、あいつは。購入してみるか。あ、またか。大丈夫かな。あ、元気ですね。仲間頑張ってますね。いいか、じゃあ仲間と。あれ、どこだっけ。あ、壊れたか。落とし穴。そっかそっか。あれは、ヌバだよな。じゃあ次行きます。